新朝日ビルディングは、大阪府大阪市北区中野島2丁目に、かつて存在し、株式会社朝日ビルディングが所有、管理、運営していたビルディングである。1958年4月3日開業。地下2階地上13階建て。朝日新聞大阪本社に向かい合った区画で、ビルディング建設前は1952年から1956年まで、スケートリンク朝日アリーナがあった。 屋上には1962年9月20日から1994年5月31日まで公共ヘリポートである朝日ヘリポートが設置されていた。また朝日放送本社、ラジオ部門が入居していたが1966年に区内大淀南2丁目に移転した。2006年時点では朝日新聞大阪本社関連の会社、団体のオフィス、日刊スポーツ、 大阪本社、リーガグランドホテル、クラシック音楽公園などの会場として設置されたフェスティバルホールおよびリサイタルホール等が入居していた。ABC の大阪を天気カメラはこのビルの屋上にあった。また、FM 大阪も開局当初はこのビルの屋上から送信していた。これは大阪府全域で聴取できるようにするために、 130メーター級のアンテナを屋上に建てられる場所、メンテナンス等を含め24時間で入り可能であることが条件であり、両方を満たせるのがこの場所であったことに由来する。朝日新聞グループは老朽化に伴い2007年4月に東ビルと四ツ橋筋を挟んで西側にある大阪朝日ビル、朝日新聞ビルの計算棟を 順次二棟の超高層ビルに建て替える大阪・中野島プロジェクトを発表した。このうち当たりビルに関しては2009年3月から解体に着手して同年のうちに完了、ついで2010年に入ってからは超高層ビルの建設工事に取り掛かり、2012年11月6日、新しいフェスティバルホールや朝日新聞大阪本社などが入居する高層ビル。 中野島フェスティバルタワー東地区棟へと生まれ変わった。その後、残る西側2棟のビルも2017年4月に高層ビルに建て替えられ、最終的に高さ200メートルのツインタワーになった。なお、建て替え前には、当ビル1階正面玄関左横に入居していた、三菱 UFJ 銀行中野島支店について、建て替え工事中には隣接する。 大阪三井物産ビルの14階に移転するとともに、同ビル1階に、店舗外 ATM を設置していたが、2009年2月に、移転、中野島フェスティバルタワー東地区棟オープンに伴って、同等26階に再移転した。AB 第01回受賞作品、新朝日ビルディング BCS 賞、社団法人日本建設業連合会ウェブサイトより、ハット ABC センター、 2008年に老朽化のため、福島区福島のホタル町に再移転2005年に豊中市から本社機能を移転。法人登記場の社名は大阪日刊スポーツ新聞社。建て替え工事実施につき2009年1月1日から福島区阪神ダイヤビルへ移転。2013年1月1日、中野島フェスティバルタワー東館に再移転。同時期に、 新森山に送信書機能を移転した NHK、大阪 FM 同様、生駒山から送信していたという説もあるが、これは誤りである。当時当たりビルの屋上の鉄塔は100メーターであったが、延伸利用可能であった。大阪、中野島プロジェクト事故調査報告書平成25年1月に、朝日新聞社、朝日ビルディングが共同で作成。 現在大阪市ウェブサイト内にて公開中、中野島フェスティバルタワーが竣工から、朝日新聞社、朝日ビルディング2012年11月6日付、プレスリリース、中野島プロジェクト西地区を着工へ引く朝日新聞社、2013年1月4日、付けプレスリリース三菱東京 UFJ 銀行、店舗詳細、中野島支店三菱東京 UFJ 銀行ウェブサイトより、 ありがとうございます。